皆さん、コバマーティン、ダイナム役場、永久魚人ハンド、イングルタケです。西武、中日、ソフトバンクで活躍した、まあ、村上勝義さんの総選は、ソフトバンク、まあ、南海時代は確かに暗黒時代であって、投手成績もダメで倒壊してしまった失点も多く、二桁敗戦があった年もありました。実はその後は二桁勝ち越して貯金を作ってました。先発投げ継ぎとしてほとんど起用したそうでございましてね、はい。頑張ってはいるもののね、田淵監督で確かに成績不振。一気抜いていきたいね。その暗黒時代のエースと言っていいでしょう。その後は西武に移籍し、まあ、3対3のトレードではまあまあ活躍はしたものの、中日に移籍してあまり活躍できず引退となってしまいました。確かにストレート、スライダー、カーブは武器でフォークも投げ込んだそうです。このフォークも落ちると本当に激しいピッチャーと言っていいでしょう。やはりお化けフォーク先駆けと言っていいでしょう。というわけで以上でございます。バイバーイ。